こんにちは、ともあきです。今日は初心者の頃に知りたかったサイドレイズのやり方についての動画です。よろしくお願いします。はい、今回も豊橋市でパーソナルトレーナーをされている近藤さんにサイドレイズのやり方について徹底的に解説してもらったんで、その動画を紹介したいと思います。で、今回はサイドレイズ1種目なんですけど、ポイントがたくさんあって、ちょっと動画は長くなっております。で、今回も僕の体に適したフォームになっておりますが、大抵の方には参考になるかと思います。で、最後に近藤さんは口コミのみでひっそりとパーソナルトレーニングをされているとのことで、今回も YouTube なのに顔は出てきません。で、あと先輩後輩ということで、会話口調となっております。はい、では早速初心者の頃に知りたかったサイドレイズ始めていきます。じゃあ僕がいつもやってるサイドレイズをやります。まあ、ちょっといつも体倒して。この中で気をつけてる、自分の中で気をつけてるポイントって。自分の中で気をつけてるのは、あの肘が90度よりも高く上げないことと、あとは前腕は力は抜いて、上腕でこう上げてるようなイメージ、あと体の真横よりもちょっと前に手を出してやってます。やっぱりその上手にやってるもんで、エラーサンプルとしてはね、あんまりいい例じゃないもんでさ、はい、だいぶ上手だから直すもないんだけど、はい、あんまないんだけど、はい、結局細かい点をもっと直してきゃもう少し上手なサイドレイズできるかなっていうのがあって、まあ、せっかく足幅そんぐらい作ってちょっと前傾、はい、要するにこの足幅っていうのは上半身倒しやすいようにしてるわけでしょ、はい、足幅を広くやってみて、こうやっちゃうとさ、あ、背が立っちゃう、はい、で背が立って、これサイドレイズやってみてほしいんだけど、そう、そう開いた状態で引くから、はい、やっぱ後ろに反らしやすいし、はい、やっぱりその負荷として乗りにくい状況が作られちゃう。で、三角筋のやっぱり横の部分っていうのはちょっと前のめり、三角筋ではこう斜めについてるので、はい、そう、まあ、真横にストーンってついてるわけじゃなくて、まあ、ちょっと前のめりについてるわけだから、まあ、若干落とす、若干で、だいたい体の前傾の角度が10度ぐらいあれば十分、はい、結構ね30度ぐらい倒す人もいるんだけど、はい、ここまでやらなくていいかな。10度ぐらい倒して、そうで、まあ、せっかく前に倒しやすい足幅を自分で取れてるので、はい、まあ、それで前傾の角度保ててるんだけど、はい、トマキ君の一つ、まあ、ちょっと細かいけどエラーとしては、やっぱかかとにこう乗ってる、あ、前傾の角度を作ってるのに、はい、上にこうレイズするタイミングでこう後ろに極端にやると、そうやって、はい、自分の中で多分靴の中で足がこう遊んどる自分の中で感覚があると思うんですけど、それをちょっとグッと抑えてもらって、はい、でまず1点ずつ修正していく。足幅大体拳1個分ぐらいでいいかな。拳1個分ぐらい、まあ、骨盤のそのまま延長線上ストーンと足を下ろしたような、はい、そう、はい、で保ったら、で前傾しやすいように足幅がそのぐらいになってるので、まあ、10度ぐらい本当に少しやったら、多少肩を前に、でこのちょっと足がこう後ろに遊ばないようにレースして、はい、でさっきまではかかとに乗ってたから、はい、後ろに反れてると思う。多分これだけで結構効きは違ってくると思うんで、こっちの方が、うん、なんだろう、こうだとやっぱり、うん、あのあっち行ったりこっち行ったり負荷が、はい、こうだと結構ずっとサイドに乗ったまま、なのでその足をしっかり地面の接地点である足がやっぱりグラグラ遊んじゃうと、はい、まあ、どの足の種目でも何でもそうだと思うんだけど、やっぱりバランスが取れなくて力がしっかり乗せれなくて、対象の筋肉に刺激が不十分で、他にちっちゃいものがもったいない。せっかく前のめりになってるんだけど、さっきよりも多少後ろに肩を引いちゃってるので、なのでこれ前回のフロントレイズの時に前におる人に渡すようにっていう言い方させてもらったんだけど、はい、これ次は斜めの人に片手でちょっと夏だけど渡すような感じで、前に誰かいるとして斜め前に、はい、斜め前にサイドレイズ、はい、そう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 、そうするとだいぶサイドレイズとしての形が変わってくるので、結構こういう、はい、結構ズンってズンちょっと前傾してっていうまでは多分よく聞いてるから、はい、みんな作れてるんだけど、いざ動作に入っちゃうのってなると、せっかく作ったのに崩すようなフォームにしてる、はい、あで、挙句の果てには起きちゃってるっていう、はいはい、そう結構きつくなるとそう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 、こう落ちます、起きてるよね、はい、
それがもったいないなってすごい思う、まあ、ところだもんで、そういう細かい点が直せばいいなと思います。はい、でもう一つ、はい、さっき友達が前腕の力をなるべく入れんようにって言ったんだけど、はい、じゃあ前腕にあんまり力が入りにくいというか、はい、前腕にかかりにくいことをすればいいっていう解釈をすればもっと良くなるはずで、はい、ってことは手首をある程度巻いて、あ、まあ、要するにそうそう、持つんじゃなくて、握るんじゃなくて、引っ掛けるような状況で、前腕に力を入れないように、じゃあ引っ掛ければいい、引っ掛ければいい、そうそう、ちょっと多少巻くという巻いて、これぐらいで、あ、2000ぐらいだ、まあ、引っ掛かると思うんで、ここ脱力させて斜め前の人に渡すような感じ、そうそうそう、さっきよりもまた刺激が強くなったはずなんだけど、はい、どうかね、そうそうそう、より肩だけって感じ、そうそうそう、はい、これ結構大事なポイントで、ダンベルを上げるんじゃなくて肩が収縮かかったがゆえに上がってくるから、その形でも正解なはずなのよ。なのでその肘以下に関しては遊んでるというか、まあそんなに意識せなくても引っ掛けとれば重さが乗ってる、だから肩が収縮かかれば上半骨もグッと上がってくる、うん、そうすると自然なサイドレースができる。んで次は手の角度、手の角度、そう、小指から上げてる人いるんだけど、はい、よく上に小指を上に上げてやる動作が、まあ、肩のインピンズになると起こすから肩にシビアな締め込みになっちゃうよっていう風な解説をする人もきっと増えてきてると思うし、知り始めた人も多いと思うんだけど、まあ、改めて言うと、まあ、小指を上に上げるってことは腕の上腕がちょっと内に内旋、内に入った状態からの外転するもので、はい、まあ、簡単に言うよ、詰まって圧迫を起こしてる、これをインピンジメントっていうんだけど、まあそういう動作になってるから、仮に痛みが生じてなくてもあんまり肩にヘルシーな締め込みはないっていうのは、まあ、知っといた方がいいのかなと、はい、でもやっぱりその三角筋がこう斜めに入って付着部位的に考えても、はい、やっぱり多少腕が内旋した状態で、確かにその状態で上げた方が三角筋の効きはいいのかなとは思うけど、はい、肩関節1点に関して言ったらあんまり微妙なところだもんで、はい、トレーナー側としてはそれがあんま指導できない、それでもなお小指から上げたい、効きがいいから小指から上げたいっていうんだったら、はい、外転を90度以上にしないことかな、はい、あえてやるとしたらね、ここ90度ちょっとしたらね、もうちょっと、まあ、そんくらいになっちゃう、ね、それでもなおそういう形でやりたいんだったらその高さかな。ではじゃあちょっと一回試しに小指軌道でやってみるか、はい、足幅拳ぐらいで前のちょっと前の10度ぐらい前の位置で丸く引っ掛けた状態で、そう、もうちょっとこれ効きは良いでしょ、効きはいいけど、なんか足とかも強いんだけど、はい、ちょっと嫌な感じがします。嫌な感じが、そう、人によって、はい、もう本当に90度どころか60度ぐらいで、はい、結構これ重症な人はもうこの時点で痛いよ、はい、サイドレースって割と誰でもできる動作って思いがちなシンプルな感じだけど、はい、意外とその角度でさえも痛いっていう人はいるし、小指を上にするとやっぱそれ顕著に落ちてくるなので、はい、まあ、ある程度ニュートラルというかこの親指真正面なんだけど、はい、まあ、これだと倒れた状態でこうやってやると多分自然に親指上に向いてるはずなんで、はい、でさっきまで手首引っ掛けててやってるからで、まあ、それさっきまで慣れてなかったもんで、ちょっと気持ちね、やっぱりこう巻いた状態で上げようとするとね、小指から行こうとしちゃうんで、あ、これちょっと気をつけてもらって、巻いてるけど親指軌道でやって、はい、ちょっとやってみるか、はい、一つ忘れてることがある、斜め前の人に、そう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 、斜め前の人に、そうそうそう、最初は14キロとかでやれるかなと思ってたんですけど、もう10キロでズンズンきます。筋肉量ってことは重さももちろん追求するんだけど、10キロなら10キロの重さをしっかり10キロとして受け止める、ないしは10キロ以上の負荷として受け止めてあげないといけないから、はい、10キロなんだけどもう体幹20キロぐらいの負荷を、はい、感覚的に与えてあげるような動作をしてあげた方が良くないかっていう、はい、ちょっと
とね、これも細かいんだけど、はい、まあ、じゃあ姿勢作りました、軌道も全部重心のかけ方も分かりましたってなった時に、はい、いろんな動作もそうなんだけど、顎、実は、ね、顔の高さがね、はい、結構影響しやすいんだよ、姿勢に。なんでその前傾作ってるから、顔上げてると反りやすい状況が作れちゃう、上げてくるような動作するから、これはサイドレイズにおいて非常に大事なことなんだけど、肩甲骨を関与させたくない、できるだけ関与させずに上げたいっていうのがポイントで、サイドレイズやっても僧帽筋だけに負荷が乗っちゃうよって人は肩甲骨で上げちゃって、じゃあ試しに僧帽筋の技、そういう動作をしてみようか、はい、僧帽筋に関与させてくれば肩が動けばいい、そうです、そう、要するにそういう風になるんで、はい、でこれはやっぱり肩甲骨はぐん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 動いておくの、はい、で意識的に肩甲骨を止めてみる、はい、あんまり動かさないように動かしたくて、そう、なんか要するにブン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 は触れないはずなんです、あ、ここは動かしたくない、こういう動作はしちゃダメだね、はい、っていうのはまず分かると思う、ってことはここを止めてこういう動作をしなきゃならない、肩甲骨を動かさないように動作したい、ってことは肩のここだけ意識して、ここはあんま動かす、こういうふうに動かさないように止めたまんま持ってこなきゃならない、そうするとここ止めておくとここに収縮感がすごくきとると思うんだけど、はい、これをコントロール、この乗った状態で動作するのをコントロールと言って、要するにウェイトをコントロールするっていうのはゆっくりやることじゃなくて、はい、そこの対象の筋を負荷を乗せたまま止めたりすることができる動きなので、止めれるでしょ、はい、肩でコントロールしてる、この時にやっぱりちょっと後ろ軌道に引いちゃう、ローイングみたいなところにやっちゃうと確実に寄るでしょ、はい、で、あとは肩甲骨なるべく動かしたくないから斜め前の人に渡す感じ、そう、斜め前の人に渡すような感じだと肩甲骨ってピタッて止まったままだと思うんですよ、感覚的にもそうだと、そのまんま動作してほしい、はい、まあ、プラスアルファであと一つ言うとしたら、親指ちょっと上軌道、上指になって、はい、軌道だけ小指からっていう、軌道だけ小指から、そう、小指が上じゃなくて、はい、軌道だけ小指から動く、そういうことがある、そう、あ、それで斜め前の人に渡す、そう、この辺で小指で引っ掛けつつ親指は上を向いて、そうだ、ね、小指で重さを持っちゃうと小指側に偏るから、小指側に持っちゃうと、そう、もう必然的に小指が上になっちゃう、はい、でも要するにダンベルを親指側に詰めればいい、ダンベルを親指、あー、なるほど、こういう、そうそうそう、こっち側にで、なおかつ、はい、手首を明るく混ぜて、はい、そう、抱え込んで引っ掛けた状態を作って斜め前の人に渡すように小指軌道で、そう、やれば OK、 そう、親指上ではあるまでね、そう、それ、そう、それ、ちょっと下向きすぎたな、本当に斜め前の、そう、これ足がやっぱりこうなっちゃうよね、はい、癖もついてるし、はい、重たいってことそうです、振られちゃっとるもん、はい、友明くんの体を持ってしても銃が重たいということになる、で軽くやれって言ってるわけじゃない、これが強調してほしい、軽くやりなさいって言ってるわけじゃない、で前もミリタリープレスの時も言ったんだけど、フォームを崩さない程度の最大の重量でやってください、もちろんその自分で定めた回数をやれる最大の重量でやってください、友明くんが、まあ、今もう何発もやってるから、はい、あれだけど15回できる重さ、じゃあ10キロでやるか、まあ、なるべく崩さないフォームで動作できるのであればそれは正解だし、10キロできるパフォーマンスがあるのにあえて4キロを選んで高回数をやれっていうのは、はい、そういうこと、はい、高重量を使ってる人のサイドレイズなんだけど、はい、サイドレイズって基本円軌道なんですよ、はい、円を描いてるような軌道、そう、極端にやると、はい、そうでしょ、はい、でも高重量のサイドレイズって、うん、もはや直線軌道になってるんだよ、はい、直線軌道だから重たい重さは使えるんだけど、そう、直線軌道で上に上げると足が肩より上に上がりがちになる、あ、もはやプライトローンで、はい、さっきも言ったけど、はい、教えれん、これはヘルシーではない、はい、サイドレイズの多分一番のエラーはその人のできうる重さを超えていることだと思うよ、やっぱりそのストーンと落とす、自由落下的に落としちゃうし、はい、で上腕内旋させた状態で外転もさせて、はい、インピンジメントの環境を作ってそこに重たい重さ乗るわけだからヘルシーなわけがないもんで無理させてるって感じです、そうそうそう、痛覚的な痛みを
聞いてると勘違いしてる人がおると思うんだけど、はい、筋肉の刺激の痛みと関節の痛みはやっぱり異なる。多分やっぱりやり続けていくとやっぱり痛みが出てくるかなと。一回この4キロぐらいで関節系をじゃあいろいろ気をつけてやってみます。足幅は拳ぐらい、はい、で10度ぐらい前傾して斜め前に飛ばして、顎を軽く引いてもらって前傾してるから、そうちょっと肩を若干前に出すぐらいで、手首にしっかり巻いてもらって、肩甲骨を関与させないように三角筋が収縮して腕が上がるっていうことをイメージしつつ、斜め前の人に上げるような感じで小指の軌道で上げていく。そう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 、それが今のが乗りました。負荷がグンとサイドに乗りました。次は、はい、15度前傾してて、やっぱりその多少やっぱり不安定な部分ももちろん出てきちゃうんで、はい、じゃあそのシートを使って、まあ、それを簡単にその形を作れるサイドで使うので、はい、じゃあまあそれをやってみる。はい。